ニュースポストセブンです。ジブリの世界を体験しました。東京天王洲の寺田倉庫で開催中の金曜ロードショーとジブリ展に、ジブリ作品風立ちぬでヒロインの声優を務め、ジブリとも縁の深い滝本美織さんが潜入しました。風立ちぬでは直子の透明感と儚さ、そして強さを見事に表現した滝本さん。この日は隣のトトロの猫バスにタッチ、魔女の宅急便のキキになりきる姿もありました。ジブリの世界を堪能した滝本さん、好きなジブリ作品は紅の豚だそうですよ。